プレゼンテーションの手前のデザインをしている時から割と我々は意識的に知っているところであるんですけど、うん、まずその我々が提案するデザインがやっぱりすごくその相手の人とかそこに来る人のなんか感性に働きかけるあのデザインというかプロジェクトにできたらなっていうのがやっぱり大元としてあるので、結構そのデザインをしていく時にももちろんプログラムだったり機能だったりそのあたりはまあ、ある意味当然というか押さえてた上で、あとそこからどれだけそこに来た人がまあこう感動できる空間にできるかっていうのはすごく大事なんですよね。なのでそのプレゼンテーションもやっぱりその あまりそういうプログラムとか機能的な話というよりはまずはこの空間に来てどんな感覚になるかっていうのをプレゼンテーションしたいなっていうのがやっぱり常にあるところですね。伝え方としては大きく言うと3つのステップがあるかなと思っていて、まずそのデザインとしてその空間にどんな感覚を持てるような期待が生まれるかっていう、まずデザインの手前の段階ですね、その話をまずして、そこから先はやっぱりイメージパースとかで割とこう全体を説明的にするっていうよりは、実際にその空間に入った時にどんな見え方をするかとか、割とこう体験に近いプレゼンテーションをしていきます。で3つ目に最後に実際その空間で手が触れたりとか目に見える素材そのものっていうののプレゼンテーション、大きく言うとなんかその3つのステップかなというふうに思いますね。プレゼンテーション初回イコール、その最初の、ね、お互いに会う最初の、ね、会になるんで、我々の場合、一緒にこう向かい合ってよろしくお願いしますやりましょうっていうような場でもあるので、基本的にはこうですか、ね、我々もその案件各案件で 担当というかがいまして、その人がちゃんとその人の言葉で喋って伝えるっていうのはすごく大事にしています。なのでプレゼンする人がもうそのプロジェクトを背負うというか、なので我々もその、代表2人でやってるんですけど、井山が担当の時は井山がプレゼンしますし、私が担当の時は私がプレゼンで、違うスタッフ の新しい 彼彼女らが担当する場合は彼らがプレゼンする、ちゃんとその一人のボスだけがその場をパフォームするんではなくて、ちゃんと責任持ってお付き合いしていく担当者がしっかり伝えるっていうのはすごく大事にしてますね。これもう徹底してるんですけど、必ず紙でプレゼンします。でもちろん何十人もいる場合は、紙の原因もあるんでやむを得ずモニターを使うこともあるんですけど、極力モニターは使わないようにしてます。理由はいくつかあるんですけど、まずそのモニターだと解像度がまず紙と比べて圧倒的に低い、画面は大きいんですけど、絵の解像度が低いとしても、プラスコントロールができないですよね、色とか、その例えば窓があったらちゃんと映んないとか、やはりそのちゃんと見せるときはちゃんとした状態で見せたいので、それが一番叶うっていうのはやはり紙で出力したものが、時代的には逆に、今はねデジタルに増えてますけど、やはり紙の方がこう向かい合える、こうなんていうんですかね、例えばですけど、こういう我々箱をいつもプレゼンのときは持っていくんですね。これはもう我々はもう最初の年から使ってる人気ない多分これは今後10年20年30年僕らが、ね、いなくなっても多分アインは使っていってほしい箱なんですけど、これはすごく大事にしているところで、ある意味何ですかね、その紙芝居形式というか、そういった形でこう一枚一枚こう見せて対話するっていうのがすごく重要だと思っています。モニターだとどうしてもなんていうのかな、ここにないじゃないですか、こことか、どうしてもこう向き合えずにお互いにこうよ横向いての話でどうしてもなんていうんですかね、横目というか なんかちょっと違うのかなっていうのはあってて、プロジェクト動いてからいくらでもね、スクリーンでも何でもいいんですけど、最初はやはり向かい合う向き合うっていう意味で紙を通して対話するっていう場を大事にしています。我々はやっぱどうしても物理的なものを扱うデザインしているので、やっぱり物理的なもので全てあるべきかなとは思ってますね。でもちろんそのデジタルを使ったスクリーンとかもいいんですが、例えばヘッドセットでその空間に入れたりもあるんですけど、まだテクノロジーがそこまで、我々が求めるところまで追いついてないイメージもあって、もう数年かかるのかなとは思いました。
やっぱりプレゼンテーション、まあ、やっぱり向こうの人にプレゼントしたいっていう思いもあるので、なるべくやっぱりプレゼンテーションの時にいろんなものを、あげたいっていう思いがあって、まあ、紙だったらね、それをそのままその場で渡ししたり、まあ、後ほど写真でお見せする模型だったりとか、まあ、それこそこういう本とか、なんかいろんなものを、ね、やっぱなんかもらってほしいなっていう、なんかそうすることで、こう、お客さんもまだできてないんだけど、あ、なんかこれが自分のものになっていくのかっていう、なんか身体的な、感覚というか、そういうなんか、満足感っていうとなんか営業っぽいですけど、なんかね、そういう嬉しさみたいなのを持ってもらえたらなっていうのはありますね。結構やっぱりその、プレゼン終わりました。ありがとうございます。で、これを、まあ、紙を渡しします。あとじゃあデータで送ってください。ってなって、いろんな担当者の方がいて、まあ、データを送られてきて、まあ、それを後で見返すって、まあ、よっぽどだと思うんですよね。多分、特にコンペとかだと、まあ、そんなに見る機会ないと思うんですよね。こういうのがまあ、もらって、その後です、自分のデスクに帰って、こう、デスクの上にこう置いてあったりしたら、ああ、こういう人いたなっていう、なんか見返すきっかけにもなるというか。で、このくらいのサイズであれば、こう、もらっていただいて、いつでも見れるっていうか、まあ、なんかデスクの上にポンって置いてあっても、なんか気になった時にパッて見てとか。で、なんかそこでまあ、改めてね、プロジェクト深く見ていただく機会になってもいいと思いますし、先ほどお伝えしたような、その、本当に、あ、これがもの、自分のものになっていくんだっていう、その、感覚を持っていただいてもいいかなっていう。なんかいつでも、なんかこのデザインを持ってるっていうのは、お客さんにとってすごい大事なことかなと思います。